次元寺はかつて、鹿児島県鹿児島市下福元町に存在した、総当州の寺。現在は、市営の次元寺公園となり、桜や紅葉の名所として市民に親しまれている。三国名勝図絵等によると、九だの僧侶、日ちらによって、アスカ時代の頃に建立されたと言われるが、その後の経緯は明らかではなく、存在が確実になるのは、大英年間に、 島津久志豊によって再興された時からである。天文11年には、島津高久によって、福祥寺18世、大剣和尚を新たに改祖として迎えて、伽藍が建立され、相当修寺院へと転じた。その後、18代当主、島津家久の菩提寺となって、次元寺と改名する。実質的な薩摩半祖の菩提寺ということで大変に、栄え、え一条院。 高満寺と共に、薩摩三名刹と言われた。しかし、明治期の廃物希釈のために完全に破壊された。現在では、跡地は公園となり、入り口に残る仁王像や公園に点在する石仏ぐらいしか跡を忍ぶものは残っていない。昭和49年、名称、次元寺跡として、市の文化財に指定。現在では、次元寺公園から、 JR 次元寺駅にかけての地域の通称として次元寺が用いられている。行政区画としては1996年に次元寺町が成立しているが、周辺の谷山中央、河福本町、和田、近郊台にも次元寺を関する施設が点在する。ありがとうございます。